皆さんこんにちは、アドラー心理学専門チャンネルヒューマンギルドをご覧の皆様、そして初めましてになりますね、川原玲子と申します。今日はもう岩井先生にこの時間をいただきまして、私川原玲子と申しますが、ほんの10分15分ぐらいお付き合いをいただきます。まずはじめに簡単に自己紹介させてください。川原玲子、こんな風な漢字を書きます。株式会社シーストーリーズという会社をやっている研修の講師だと思ってください。東京都出身。高校出てからアメリカに留学をしまして、まあ、彼女でこうお店屋さんをやってたんです。どんなお店かというと、日本食のレストランなんですね。で、カリフォルニアってどういうところかというと、私が住んでいたのはサンフランシスコの郊外でした。で、ここで、まあ、留学をし、そして、まあ、お店屋さんをやってた。まあ、そんな私のプロフィールがあります。で、日本に戻ってきてからは、一社を経て、2005年にリクルートの CS 推進室というところに就職をしました。で、ここではですね、お客様対応をメールでしたり、電話でしたり、というそんな経験を持っています。で、この時に私、岩井先生とお知り合いになるんですね。岩井先生がリクルートに研修しに来てくださったんです。で、数々の教えをいただいた中で、私が今でも強く記憶に残り、その後10年ぐらい経ってからヒューマンギルドの門を叩いたきっかけになったのが、岩井先生にその時教えていただいた、怒りは二次感情というこの言葉でした。で、それまで私はお客様からこうお叱りを受けると、申し訳ありません、本当申し訳ありませんっていう、この申し訳ありませんしか言えないサラリーウーマンだったんですが、この言葉を知ってから、そうか、怒りっていうのは表出しているところだけなんだと。そうじゃなくて水面下に一次感情っていうものがあるんだ。で、その一次感情が不安とか悔しさとか悲しさだとか、ここが分かってからというものですね。私のそのお客様対応のまず速度が急激に速くなりました。そしてお客様からありがとうって言ってもらう数も急激に増えていった。まあ、そんな経緯があって、それからこの時から10年ぐらい経った後、ヒューマンギルドの門を叩いて岩井先生のもとで学んでいる、そんな私でございます。その後、まあ、こんな風な学びを経てですね、なんかこう気がついたらサラリーウーマンだったんですけれども、もっともっとそれ他で外で話してちょうだいって上司に言われまして、気がついたら年間100回ぐらい私は企業の中で研修をする人になってました。で、気がついたら、リクルートの広告主の方のところでも研修をする私になったんですね。で、独立をしましてからは、まあ、こんな風な方たち、ホテルや旅館のスタッフの方や旅行会社のコンシェルジュさん、営業の顧客対応や組織のコミュニケーションなどの研修をする私になっています。ちょっと自己紹介長くなってすみません。で、まあ、2014年に岩井先生にもたくさん助けていただいて、気遣いの壁という本を出すことになりました。で、今日はですね、この本、まあ、その後、重版もかかったり、Amazon の部門1位などもいただいたんですが、今日はこの本を少し、かいつまんで皆さんにお話ができたらなと思っています。では、企業人である私という目から、まず、なぜ気遣いが大事なのか、その少し、まあ、経緯といいますか、今こそ気遣い大事だなと思っているような場面を最初にご説明しますね。よくご相談を受けるのが、まあ、新人が考えていることがわからないですとか、順調に育っていたのに辞めたいと言い出したとか、こんなに懇切丁寧に教えているのに人が育たない、もう疲れましたとか、褒めて育てようって言うけど褒めるところがない場合はどうしたらいいんですか？こんなご質問もよく研修講師受けるんですね。そう、皆さん困ってらっしゃる。でもそこってちょっとの気遣いが解決の糸口にならないかな。こんなことをずっと思っていた研修講師です。で、この本なんですけれど、実はこんな、クイズ、問いかけから始まっている本です。あなたの職場の入り口に見たことのない人がうろうろしているとします。はい、あなたならどうしますか？ちょっと皆さん考えてみてくださいね。1、多分気づかない。2、すぐに声をかける。3、気づくけど特に何もしない。さあ、頭の中で丸つけてみてください。で、この本は3、気づくけど何もしない。ここに丸をした方向けに書いています。で、この気づくけど何もしない人たちにはきっとこんな言葉が頭によぎってるんじゃないでしょうか。いや、やった方がいいのをわかってるんだけど、ね。かつての私も実はこの一人でした。で、こう気遣いの本って世の中にたくさんあるんですけれども、すごく参考になる中で、相手の気持ちを考えましょうとか、俯瞰しましょうとか、場の空気を察しましょうっていう語りかけの本をたくさん読んできたんですね。いや、なるほどと思って、こう私自身活用する一方で、でもちょっとこうマインド的なことをお伝えしても、でもちょっとそこ分かりにくいっていう方にもたくさんお会いしてきたんです。
そこでこの本なんですが、こんな気遣いの最強の軸というのをご説明しています。それが気遣いの最強の軸は、自分がされて嬉しかった経験、これを人にしましょうよ。これだったら誰にでもできませんか、ね、この番組を見てくださっている方にも、人にされて嬉しかったことっていくつも数えられると思うんです。それをじゃあ今度は皆さんが人にしましょうよっていうのが、この本の最初にお伝えしていることなんです。で、そこに加えて、もう気づいた時だけ、またはもうすぐにできることから、で、100点目指さなくていいです。もう60点レベルでいいので、そこから始めましょう。だったらなんだか少しハードル低くありませんか？こんなことを語りかけているのが、こちらの本でございます。で、例えばですね、皆さん、採用面接のことちょっと思い出してみてください。どうでしょうね。皆さん人事の方もいらっしゃるでしょうか？私が、とってもよく知っている人事の担当の人がこんなこと言ってました。例えば朝一番の面談で迎え入れた新卒の採用の人がですね、朝早くからありがとうございますって挨拶してみたりとか、または他の人が戻し忘れてた椅子を何気なくテーブルに戻してたりとか、そういうのって結構記憶に残ってるんですよね。で、後々考えてみると採用してたりしてますっていう声があったり、または大事なお取引先の方に、ねね川原さん、もしよかったらさ、次の時御社からまた一人若い人でも連れてきてくださいよ、こんな風に言われたとします、ね、そんな時皆さんどんな人を連れていくでしょうか。スーパー仕事ができるけれども、すごい実績もあるけれども気が利かない人であれば、普段から仕事を頑張っていて気が利く後輩を連れて行ってないでしょうか。そうなんですよね。ここでも あの人にお願いしようっていう人って、ちょっと気配りができたり気遣いができる人なので、この本の中では気遣いができる人にはチャンスが訪れますよ、気遣いの差が人生の差ですよ、そんなこともお伝えしているんです。で、ただ先ほど の壁ですよね。そのやった方がいいのは分かってるんだけどな、でこう思ってる人の頭の中にはこんな吹き出しがあると思うんです。余計な一言かもしれないとか、嫌われるかもしれない、スタンドプレイかもしれない、こんな吹き出しが頭にあるんだと思うんですね。そこでアドラー心理学のあの言葉でございます。そう、課題の分離です。岩井先生がお出しになっている人生が大きく変わるアドラー心理学入門の中から引用します。これは相手との関係において、相手の課題なのか自分の課題なのかを明確にし、踏み込まない踏み込ませないことを言います。私たちはこの境界線を越えてしまうために、人間関係のトラブルを生じさせてしまいがちなのです。もうこの言葉が頭の中にガーってこうね、こう舞い込んできたというか、こうむしろ降臨したって、そんな感じです。で、この言葉と先ほどの壁をこう一度、なんて言うんでしょうね、重ね合わせてみると、自分がされて嬉しいことをするのはあなたの課題であればやりましょうよと。で、それを結果的に受け取った相手が、ひょっとしておせっかいとか不要と思ったとしても、それは相手の課題です。で、結果結構ですって言われたとしてもですよ、相手はそう思うだけなんだ、こういうふうに思いましょう。で、そこでもしひょっとしたらこう断られて辛いなと思っても、それは経験っていう成長の機会を獲得しただけなわけですよ。と思えば、なんかスタンドプレイかもしれないって思わなくてもいいってことがわかりますよね。はい、ということで、仕事が落ち着いた時とか、余裕がある時とか、今かなって気づいた時だけでいいです、ね、頑張りすぎずに60点レベルでも大丈夫なので、どうぞまずは自分の心の壁を越えてみてください。で、もう一回言うと、自分の心の壁とそれから相手の心の壁っていうものが、実は気遣いにはあります。気づいてるけど何もしない方を選ぶ時には、どうぞ皆さん、やっちゃってみようっていうアクセルを思いっきり踏み込んでほしいんですね。でも相手の心の壁、つまりは踏み込んじゃいけない相手の領域もあります。これやりすぎだなって思った時には、今度はどうぞブレーキを踏んでください。ほどほどがちょうどいい。これも60点の背景なんですよ。その間にあるのが気が利くっていう、皆さんのちょうどいい気遣いになるわけです。で、例えばなかなか自分の心を超えられないっていう人は、少し相手のお名前を呼びかけるっていうところから始めてはいかがでしょうか。名刺交換なんかした時でもいいですし、朝会社にいた時でもいいです。川原さん、おはようございます。これだけでも、なんか自分の心の壁が低くなっていきます。または相手の心の壁を尊重するっていう考え方だと、誰かがあなたに相談をしに来る人がいたら、どうぞどうぞ、まずちょっと座ってよと、椅子が空いてるところがあればちょっと椅子を進める、
同じ目の高さっていうのは相手に安心感を与えますから、相手も心がすごく、なんて言うんでしょう、ね、守られてるような気がするんですね。こんなところから始めてくださいって言っているのも、この本の特徴なんです。で、この本もう一つ特徴をお伝えすると、気遣いには5つのコツがありますよって言っているのも特徴なんですね。で、その5つのコツ、今日は公開しちゃいますと。限定、予告、共有、領土、そして記憶のコツです。少しご説明すると、限定は相手の人に決めることへのストレスを解放させること。予告は急に振られるストレスから解放させること。共有は正論を押し付けられるストレスから解放して差し上げること。領土は土足で踏み込まれるストレスから解放して差し上げること。最後が記憶、孤独感というストレスからの解放。この5つを気遣いの5つのコツですよとお伝えしているんですね。で、今日はこの中で厳選して、3つご紹介します。限定。例えばですね、新人に対して声掛けをするとき、ついつい私たち、で大丈夫ってこう聞くと思うんです。でも新人って大体大丈夫って聞かれると、はいって答えません？そう。新人ってみんな大丈夫を演じたいんですね。大丈夫じゃないってなかなか言えないんです。なのでここで質問を限定してみたらどうでしょうか。例えば、ね、さっきの仕事どこまで進んでるとか、今どんなことやってるの、こういうふうに質問を限定すると、あ、今ここやってるんです。実はここだとこちょっとわからないので教えてもらえますか。こんな言葉を引き出すことができる。これが限定の気遣いの一つの事例です。もっと他にも書いてますけどね。または、共有の気遣い。これ正論を押し付けられるストレスからの解放とありますが、皆さん新人時代思い出してみてください。あれこれ口出しする先輩好きでしたでしょうか？ね、だいたい煙たがられるか、または指示待ち人間を作ることになること、ビジネスパーソンとして、また社会人として経験の長い方はきっとご記憶にあると思います。自分がそうなように新人も後輩も日々成長していますから、意見を押し付けられるとか命令口調はストレスの原因になるんですね。ということで、共有の気遣い。答えではなく、情報をちょっと伝える。あとは考えてもらう。こんな気遣いもビジネスシーン、または社会人として必要じゃないでしょうか。で、今日ご紹介する最後の気遣いが、領土の気遣い。ここで勇気づけが出てきます。ね、褒めるより酔い出しで勇気をつけるんですよね。そう、もう皆さんこの番組見てる方ご存知と思いますが、酔い出しは良い行動に目を向けて、良い行動を指摘するんでした。ただ私たちどうしても働いていると、ダメだし、できてない行動に目を向け、できてない行動を指摘していますよね。はい、もう散々私たち岩井先生に教えていただきましたが、酔い出しをすることで良い部分が強化されて、ダメ出しをすると勇気がくじかれるって教わってきました。なんだかね、もう耳にタコで皆さん、私がわざわざ言うことじゃないですが、相手のダメな行動ではなく、良い行動を指摘することも、社会における、仕事場における、もう大事な気遣いですよ。そんなことも岩井先生から教えていただいた内容としてお伝えをしています。で、最後になりますが、すいません。もう私本当岩井先生大好きなので、別になんか、忖度も何もなく本当に大好きな本なので、ここもご紹介してるんですが、誰かが始めなければならない。他の人が協力的ではないとしても、それはあなたには関係がない。私の助言はこうだ。あなたが始めるべきだ。他の人が協力的であるかどうかなど考えることなく、これ岩井先生のみんな違う、それでもチームで仕事を進めるために大切なことの中に書かれていました。気遣い、トップバッター結構勇気がいるかと思うんですが、もうこの言葉に私自身勇気づけられて自分からしていこう。そんな風に思ったのが私の会社員時代の一つの物語です。で、この本、もうどれを取っても、この程度っていうぐらい簡単な気遣いの事例が今のように50個ぐらいご紹介しております。ぜひですね、60点レベルでちっちゃなところから始めてみてください。気遣いの壁が人生の差になります。で、気遣いは特効薬ではなくて、もうどこか漢方薬のようなものです。じわじわと組織の中に効いてきて、気がついたら、あなたを中心に会社の中に気遣いの輪が広がっていくと思います。ということで、しつこいようですが、気遣いの壁、ぜひですね、Amazon とか本屋さんとかでまだ売られていますので、よかったら一度お手に取ってみてください。で、私、研修講師なんですが、顧客に選ばれるビジネスパーソンのためのコミュニケーションスキルとか、で、まあ、トークスキルとかメールライティングスキルなどをお伝えしてるんですが、まあ、これらを今度は教える人たちなんかも育成する、そんな研修講師でございます。
ね、ということで今日は機会をいただきましてありがとうございました。皆さんを中心に気遣いの輪が広がることを記念して今日はこの時間を締めくくりたいと思います。どうもありがとうございました。